連中来たぞ。アイオニア軍だよ。言いがかりにもならない理由をつけて攻めてきたんだ。それで小競り合いにはなったが、すぐ追い返した。被害はなかったと言っていい。そうですか。君の警告がなかったら危なかったかもしれないけどね。正直半信半疑だったんだが、助かった。ありがとう。いえ、自分のためでもあったんですよ。もしトルワドさんが死んじゃったら、僕は生まれてこないことになりますから。まあそれはそうだな。それに念のためくらいのつもりだったのに、まさか本当にやるなんて。今の死んだ球なら何をやってもおかしくない。どうした、また何かあった？はい、テラスファルモはこの事態よりも前にいなくなったことになってて、でも新羅宮は結界を解きたくないから、過去に戻ってテラスファルモを補充して。そうだとすると、俺たちが戦ったのも本物のテラスファルマではなかったことにすり替わってしまったというわけか。もう大抵のことには驚かないつもりだったけど、これはまた強烈だね。信じられないのはわかりますよ。僕たちの方もまだ証拠をつかんでないから、仲間が確かめに行ってるところです。ただ多分ヨフールさんはジブシが結界の外にテラスファルマを放すところを見ています。そうなのか。とにかくさっきも言ったように、今の新羅宮は何をするか分かりません。これからも気をつけてください。まだ混乱しているが、油断だけはしないようにする。すっかり頼もしくなったね。え？そうだな。最初は俺たちが後輩を導いているつもりだったのに、いつの間にかこっちが教えられ、助けられた。そんな、トルワドさんたちにはどれだけお世話になったか。そうだ、また一つお世話になってしまうんですけど、粛清のことを何かご存知ありませんか？粛清か。俺たちも君たちも。そうなんだったな。技を伝えることができるのは粛清同士だからだと前に聞いた。粛清が揃わないようにするために時代樹を作ったっていう話が気になってるんだね。はい。残念だが、俺たちも君たち以上のことは知らない。でも調べてあげられるかもしれないよ。ん？ロル、僕はタクシスで魔術を学んだから、その時のコネが少しあってね。粛清について書かれた文書がティオストイドで見つかって、新羅宮に押収されたことも耳に入ってる。その辺のツテをたどれば何か分かることもあるんじゃないかと思うが。本当ですか？お前は時々得体が知れないな。それほどでもないよ。ああ、でも時間がかかるし、君の知りたいことが分かるとも限らないからね。あんまり期待はしないでくれるかな。いえ、それでも構いません。お願いします。クイネリアさんの？はい、新羅宮がテラスファルマを飼っていたのだと世に知れ渡ったのを受け、クイネリア将軍は第二師団ごと新羅宮に反旗を翻しました。現在は砂漠のスケールフォードと共同戦線を張り、
アクリテスを拠点に第一師団と睨み合っています。そうか、あの人も立ち上がってくれたんだ。ゾウへの塔の一件が大きかったようです。あれがなければ、いかに人望厚い彼女でも第二師団の兵たちを説得できなかったでしょう。うん、だからまた英知の館の時みたいになかったことにされるんじゃないかって心配してたんだけど。私も同じことを危惧していましたが、今回は過去への干渉は行われていません。ルガトが死んで過去に行けなくなったのか、あるいは時代樹を使うとテラスファルマの絶滅がさらに早まってしまうからか。いるか？ゼフォンとザビト帰ってきたってさ。え、もう？案外早かったな。いつもの部屋で話聞くから呼んでこいって姉貴に言われてよ。すぐそこなんだから自分で行けっつん。わかった、ありがとう。じゃ、伝えたからな。もう、ほんと信じられないよ。こんなか弱い僕をあんなに働かせるなんて。必要だからやってもらったまでのこと、貴様も納得づくだったはずだ。まあまあ、それで確認できた。神羅宮が過去に遡って結界の外にテラスファルマを放っているのは事実だ。なんと。どうやって確かめたんだ。ゾウへの塔で回収した資料を調べて分かったことがある。赤き斧が使っていた例の術は神羅宮の技術で増殖させたテラスファルマにしか効かないのだ。え、そうだったのか。連中、テラスファルマをただ増やしてたんじゃなく何か手を加えてたみたいだね。あんな化け物をいじくり回しただと、イカれてあるぜ。ではその違いを利用して検証したのですね。そうだ、6回だよ。6回の結界を開いたんだから。6回、100年前と200年前で3体ずつ外のテラスファルマを中に入れて試した。な。案ずるな、始末はちゃんとつけてきた。始末ってお前な。問題は結果だ。100年前のテラスファルマは3体とも赤き斧の術が効いた。やっぱり100年前のはもう全部神羅宮がばらまいたやつってことか。そうなる。そして200年前だが2体は効かなかった。しかし1体だけ効果があった。じゃあ200年前に流し始めてるわけだ。わざわざこの時代から100年前200年前に送り込んでおるのか。いえ、それでは手間がかかりすぎます。過去の時代の施設で増殖させその時代に放出しているのでしょう。だろうね。いや、僕も本気で驚いたよ。こんなことまでするとは思わなかった。本当に知らなかったのか。出かける前にもそう言ったじゃない。信用ないな。知ってたらこんな不愛想なお兄さんに付き合ったりしないよ。俺も必要でなければ貴様のような得体の試練小僧など願い下げだったのだが。まあまあ、ありがとうザビド。ゼフォンもおかげではっきりしたよ。神羅宮は何が何でも僕たちを結界の中に閉じ込め続ける気だってことがね。これで結論は出たのだ。もはや考えることはないだろう。ゾウへの塔の一件以降、神羅宮は孤立しつつあります。フェアピークもバヤンオアシスもアイオニアへの不信を隠していませんし、身内の第二師団までが離反しました。今ならトルギアの浮き城さえ叩けば聖都タクシスにも手が届くでしょう。やろうじゃねえか。
ベニウスの準備は始めてて、その間に僕はやることを済ませてくるから。やること？アストリッドさんに会ってくる。200年前の新羅宮もテラスファルマを外に送り出してるってこと、あの人にも伝えなきゃ。知らずに新羅宮に帰ろうもんならえらいことになるだろうしな。はいはい、皇妃ってことは成功の嫁さんだろ。新羅宮の一味なんじゃねえのか？それはないと思うよ。彼女たちも粛清だからね。粛清？その意味を尋ねても答えてはくれないのでしょうね。まあね、こいつは。とにかく話だけはしてくるよ。わかりました。こちらはトルギアの浮城の攻略準備を進めておきます。うん、頼む。どうしました？少しお話があります。まさか新羅宮がそのような非道を働いているというのですか？あなたの時代だけでなく、この時代でもそうだと。僕たちはそう考えています。アストリッド殿下を愚弄し、アイオニア聖公国そのものを侮辱する気か？およしなさい、ラドニー。しかし殿下。マクシモス、新羅宮へ参ります。聖公陛下に直接お会いして事の真偽を確かめねばなりません。恐れながら殿下、ご再考を。なぜです？この者たちの申すことが仮に事実であった場合をお考えください。殿下が事の真相をご存知となればお命を狙われましょう。聖公陛下も妻である私の口を封じると。陛下が必要とお考えならば。わかりました。私の短慮だったようです。新羅宮には戻らぬことにします。その代わり、英知の館と象への塔を密かに監視させなさい。何か運び出すようであれば、その行き先を確かめ報告するように。御意。しかし殿下、我らがアストリッド殿下と共にタクシスを出撃して参ったのが1年前。その時の新羅宮は聖公陛下のもと、残されたこの世界をテラスファルマから守るという、それが
仮に歴史が変わったとしても、そのような非道に走るなどとは自分には信じられません。それは私も同じです。彼の言葉を全て信じたわけではない。ですが、信じられないというなら、未来の人間が訪れ、こうして言葉を交わすのも常識では考えられなかったことではありませんか。それは確かに。私たちは自らの知恵だけで全ての真偽を見極められるほど賢明ではないのです。真実を知りたくば確かめるしかありません。あなた方もそうして。はい。良い目です。無条件で信じたいところですが、ことがことだけにそうもいきません。ただ知らせてくれたことには心より感謝します。いえ、これから何が起きるか分かりません。くれぐれも気をつけてください。あなたも自分の時代に戻った後、神羅宮に戦いを挑むのでしょう。はい。私の立場としては複雑な心持ちですが、ブーンを祈ります。ありがとうございます、アストリッドさん。足も浪士様って呼ばせてもらっていいですかね。おや、あなた様は。浪士様などとは面はゆい限りでございますが、呼び方は呼ぶ方が定めるもの。それじゃあ浪士様、早速ですけど受席の方を一つ。さようでございますな。おやおや、もう伝わってしまいましたか。はい、いただきました。ありがとうございます。200年後にはあなたのように快活なお方が受席を扱っておられるのでございますね。ありゃ、お気に召しませんかね。受席職人らしくねとはよく言われますが。いやいや、決してそのような。やつがれどもの同胞の中には心よく思わぬ者もおりましょうが、呪術に関わる者が常に死活目らしい顔をしておらねばならぬという法は、上辺がどうであれ、良き呪石を作れる者こそが良き呪石職人でございましょう。さすが浪士様、お言葉に眼蓄がありますな。
こりゃ足も精進しねえと。見てくれもらしくねえ。樹石も半端じゃ立つ瀬がありませんからね。年をしてお恥ずかしいところをお見せしてしまいましたね。おかげさまで私も目が覚めました。まだすっかり吹っ切れたとは言えませんけど、うつむいてばかりいるのはやめようと思います。またあなたに怒られてしまいますもんね。あの時は失礼しました。いいんですよ。皆さんは200年後の世界で戦っていらっしゃるんですから、私の言い草はさぞ腹立たしかったでしょう。お詫びというわけではありませんけど、私も一応は魔石職人です。お仲間の魔石職人の方に何かご協力できるかもしれません。粛清とかいうものだったら一瞬で知識や経験を伝えることもできると聞いています。私なんかが粛清なわけないと思いますけど。あら、いやだ、私なんかってまた言ってしまいましたね。気をつけないと。ばあちゃん、なんかすげえ魔石の作り方知らね？知ってたら教えてくれよ。俺も魔石職人だから。魔石職人？あなたが？なんだよ、魔石職人に見えねえってのかよ。ええ、失礼ですけど、まったく。本当に失礼だな、おい。ジーノは魔石職人ですよ。僕の幼なじみですから、よく知ってます。まあ、あなたのお友達ですか。じゃあ間違いありませんね。なんだこの扱いの差は。それじゃあどうしましょうか。私の知っている魔石の中にあなたの知らないものがあればいいんですけど。おお、もう来た来た、新しい魔石だ、やりー。私も粛清だったの？ばあちゃん、ありがとな。いいえ、
私なんかでも役に立ったんですね。その私なんかってのやめろよ、感じ悪い。あらあら、そうでしたね。ありがとう、ジーノ。
んとか勝てた。しまして。何かな。今の曲って前にラクイラさんに弾いてあげてた曲ですよね。いや、そんなことないよ。新曲だよ、新曲。いや、新曲だよ、新曲。はあ。
僕がいるんだから当然だよね。僕がいるんだから当然だよね。珍しい客人だな。ここは子供の来るところではありません。早くお帰りなさい。あの、ミクンバさんに話を聞いてきました。まさかと思ったが、老師のお言葉通りであれば200年後の未来からの客人。ええ、そうです。信じられませんわ。ああ、それは無理ないと思います。未来から来たなんて。そうではありません。
あなた方が呪術を身につけているということが信じられないと言っているのです。はい。この数十年、ユガの技を取り入れるためにアイオニアがどれだけの労力を払ったと思いますの？なのに、なんとか忍術を使えるようになった者がわずか数名、呪石を作れるようになったのは私のみ。呪術に至っては簡単な術一つすら誰一人として習得できずにいるのです。それほどに困難な術をあなた方が扱えるなどと。ドミティア殿、少し落ち着かれよ。そうですわね、つい興奮してしまいましたわ。失礼いたした。私はユガの呪術師ナリシアと申す。こちらはアイオニアの岩の根に属する職人で、ユガの技の受け入れに関する一切を担当しておられる。ドミティアと申しますわ。ナリシュアさんとドミティアさんですね。貴殿らのことは老子ニクンバより伺っておる。あの方が虚言や作り事を弄するとは思えぬゆえ、全て事実であろうと受け入れるより他ないのだが、しかしドミティア殿も言われたように、貴殿らが呪術師を要しているという点のみは私も少々信じがたい。どうしてです？僕が言うのも変ですけど、未来から子孫が来たなんて話よりはよっぽど信じられると思いますよ。私たちにとってはそうではありませんわ。かつてユガの民は特有の技や術を残したいと望み、アイオニアもテラスファルマに対抗する必要上、強力な忍術や呪術に興味がありました。両者の利害が一致して受け入れ計画が開始されたのです。しかし、なぜかはわからぬが、アイオニア人にはユガの技も術もひどく難しいようでな。数十年を費やしても成果は、先ほどのドミティア殿の言葉通り、アイオニア人の呪術師は未だ一人もおらぬ。そこへ200年後にはユガ人以外の呪術師が何人もおると聞かされても、容易に信じられぬのはご理解いただけよう。無論事実であれば私の願いは叶ったことになるのだから喜ばしきことなのだがな。証拠を見せていただきたいものですわ。ではお見せしよう。貴殿が呪術師か？まさかフェザートライブが？フェザートライブとて、いつまでも軟弱な臆病者ではないということだ。証拠が見たいと言ったのはそちらだろう。さっさと表に出てもらおうか。待ちなさい。なんだ？この呪石を使っていただきましょう。私たちの知らない石を使われては、あなたが本当に呪術を使ったのかどうか判断できませんから。いいだろう。俺は正真正銘の呪術師、呪石の襟好みなどせん。では見せていただこうか。驚きました。まさかフェザートライブが本当に呪術を。思い知ったか。言えなく疑ったことには。が、それならば老子ニクンバのもう一つのお話も誠であるということなのか。粛清なる者同士の間では瞬時にして術を継承することも可能という、あのお話も。ええ、もちろんそうですけど。ならば我が術、そちらの呪術師に継いでいただきたい。何？ユガ呪術の奥義の一つだ。アイオニア人に伝えることはおそらくできまい。誰にも継承されぬまま、私の死とともにこの世から消え去るのみと諦めていたが、もし私が粛清であれば。何？今のは？
粛清の力の継承です。おお、俺の中に新たな術が染み通る。そうか、これが我が術を残すことができたのか。ナリシア様。いや、さすが奥義というだけのことはある。これはものすごい術だな。実にありがたい。いや、ありがたいのはこちらも同じ。これで我が術は忘却から救われる。あとはその術が貴殿らの力となりうるならば、これに勝る喜びはない。おう、俺がこの術で我らを勝利に導いてくれよ。あ、私もそう願う。あなた方の中に本物の呪術師がいるなんて。ということは呪石職人もいるのでしょ。ぜひ連れてきていただきたいものですわ。私が呪石職人ですが。あなたが。はい、グワイニーと申します。フェザートライブだから疑うわけではありませんが、証拠を見せていただけますか。証拠。呪石職人ならば作った呪石があるはず。それを拝見させてください。はい、これでいかがでしょう。確かに呪石ですね。しかしこれでは少々不足です。え、もっとさまざまな種類の呪石を見せていただかなければ納得いたしかねます。そうですね、5種類の呪石を作って持ってきてください。そうすれば信じましょう。5種類もですか。これは困りましたな。
貴様らまだ用があんのか。あの、僕たちはラドニーンさんからあなたのことを聞いてきたんです。何？貴様らも200年後から来たとかいう連中か。はい。そうか。そうならそうと早く言え。あんたが聞かなかったんじゃねえか。そっちにも僧兵がいるらしいな。ん？私か？よし、貴様ら俺の見回りを手伝え。え？貴様ら俺の技が欲しいんじゃねえのか？見回りに付き合ったら教えてやる。見回りだ？テラスファルマはもう出ねえのに。言うな！それは言うんじゃねえ。貴様らは黙ってついてくよ。いい、俺の技ならいくらでも見せてやる。勝手に盗め。まあ私は構わねえけど、強くなれりゃいいんだし。ならついてこい。始めるぞ。待てよ、名前くらい教えな。私はエルミオーネ。第二師団第二総兵隊のペルジドだ。ペルジドか。じゃあよろしく頼むぜ。時代に変えんな。後の見回りは俺だけで構わねえ。ペルジドさん、見回りなんかもうしなくていいんだよ。私らは200年先から来たんだ。あと100年、怪物は出ねえって知ってる。言うなって言ってんだろうが。まだ終わっちゃいねえ。終わっちゃいねえんだ。思わなきゃやってられねえ。
俺は生まれた時から奴らと戦うために生きてきた。今さらもう怪物は出ねえとか言われたって、はいそうですかってわけにはいかねえんだ。そんな気の毒そうな目でみんな、俺だって納得がいったら考える。だから貴様らは帰れ、帰って戦えよ。